吉野君。委員長。立憲民主党の末松でございます。今日はですね、いろいろと政治的に、いろんな波が高くなってきてますけども、淡々と、法案の質疑もさせていただきます。この法案ですけども、国家セキュリティの観点からですね、株式保有、域地というのをですね、10% から 1% に変えると、その意味で、我々はですね、そこは投資の自由というのにも配慮した形でやっておる措置ということで、我々はですね、賛成をしております。そういう観点ですけれども、ただその中でもですね、指定業種の中でですね、機密情報なんかをどうしても入手したい国があるとしたらですね、例えば 1% 以内でもですね、 0.8% ずつですね、20社とか30社どんどんこの分からないように集めてですね、そこで企業をコントロールすることもある可能性もあると。またですね、例えばこの我が国がいろんな情報に接する中で、全くその知らない間にですね、指定業種の中の株をですね、ある国がかなり保有をしていたというようなことが後で分かる。そういった場合であってもですね、事後的に我が国政府、財務省が中心となるんでしょうけれども、方でですね、しっかりとそこは対応できて、セキュリティの観点から、いやそこはダメなんだぞということを事後的に対応がですね、できる場合もあればできない場合もあるというのを伺っています。だからそういったことがですね、事後的になんかやばい危ないなという情報が出てきたときもですね、しっかりとこの実効的あるいは機動的な対応ができるように、我が国の国益に沿ってですね、これは有効な措置が取れる体制、システムの改善といいますかですね、体制の改善、これをしっかりと、あるいは法的な改善やっていかなきゃいけないと思うんですけれども、そこは大臣いかがでしょうか。麻生財務大臣。これは清明さん、全く大事な視点だと思っております。買ったその頃は大した会社じゃなかったんだけど、後からその会社は別の会社に買われてるかもしれませんから、そういった意味ではいわゆる国の安全保障に関わるというような話になる情報に接した場合には、これは事後的にもしっかり対応できるということにしとかないと、今言われていることになりかねんという重要なご指摘だと思っております。で、今回の外為法によれば、無届けなものだとか、今の場合は虚偽とは言いませんけど、虚偽の届け出が行われたとか、後から状況が変わったとか、そういった形でいわゆる行われた、いわゆる不正って、合法的っちゃ合法的なんですけれども、いわゆる対外直接投資に対するものに関してはダメということで、後で株式を売却命令を出せる、こちら側がとか、指定業種で行えるようにする、これダメとかいうように、そういった事後的な対応を強化しているようにしておかねばならんということに関しましては、私どもそう考えておりまして、引き続きこの問題に対しては適切に対応してまいりたいと考えております。末松義則君。今の大臣の本当にご答弁ありがとうございます。他の各国ですね、国際的に見ても事後的な対応がビシッとやっているというところがございますので、そういった体制がきちんとできるように、また引き続きご努力をお願いしたいと思います。2点目ですけれども、この前ですね、私の方で日韓のですね、関係悪化によって、九州を中心にですね、経済的に土砂降り状況といいますか、それが続いてて、これを救済すべきだというお話をいたしました。そしたら大臣の方からですね、政府にとって落ち度がないわけだから、そこはですね、韓国との商売やってるところは、リスクの範囲内で受け止めるしかないだろうという話でですね、やや冷たい対応があったわけでございますし、また私のですね、この友達の方から、日韓の関係について、韓国側が悪いんだと、だから末松は韓国の肩持つなよという話がございました。
まあ、私はですね、韓国の方を思ったことはなくて、今のこの韓国政権がですね、外交から常識から外れた対応をしていて、これは問題だということを、まあ、この前の委員会でも言ったわけでございますけれども、まあ、ここでですね、外交人災という私が言ったことに対して、まあ、もっときちんと説明しろよと、そうじゃないと何言ってるか分かんないと言われたんでですね、まあ、ここ2、3分でですね、説明をさせていただきたいと思います。私はですね、この日韓の関係、私なりにですね、まあ、勉強してきたんですね。で、ですからそこでですね、ちょっと経緯から見て、見させていただきたいんですけれども、まあ、日本政府がですね、G20 の大阪サミット、まあ、これでですね、大阪宣言というのを出してですね、まあ、貿易についてはですね、自由、公平、無差別で、透明で、しかも安定した貿易、これを促進すべきだということを大阪宣言ということで高らかに歌ったんですね。で、そのこれが6月28から29の大阪サミット、それでですね、その下の根も乾かないうちにですね、7月1日になったら、まあ、突然ですね、韓国に対して、半導体の関連でホワイト国から外すと、こういう発表を行って、そしてその翌2日にですね、世耕大臣がその理由について記者会見をしているわけです。で、私もね、このしっかりとそこは見てきました。まあ、世耕大臣のですね、記者会見でのこの理由がですね、この貿易管理で不適切な事例があったということだけで止めておけばいいのにですね、彼はですね、この世耕前大臣は、まあ、徴用工の問題とか、まあ、そういうことで、もろもろのことで、日本と韓国の信頼が著しく損なわれたんだと、だからやったんだということを言って、これ、将来ですね、WTO で、この係争問題で、かなり、ここは日本側にとって苦しい状況になっていくんですね。それと、こういうことでですね、このちょっと経緯をもうちょっと広げて言うとですね、昨年、まあ、1年ぐらい前に、韓国の大法院がですね、徴用工問題で、まあ、日本企業に賠償しろという判決を行った。まあ、ここはですね、韓国の世論を見ていたときに、これはですね、ちょっと日本側の企業に今さら賠償ということはなかなか難しいだろうということで、この国論が割れてですね、これはやっぱりまずいよねと、日本側を怒らせちゃうじゃないかという話、また日韓の基本条約、あれとの関係まずいよねという話がかなり世論であったんです。でもこの日本側のですね、今回のホワイト国外して世論が統一してしまいまして、日本けしからんという話になって、まあ、不買運動とかですね、さらに、この対日のですね、観光をやっちゃいかんのだと、自粛すべきだというですね、そのボイコット運動が起こった。これがですね、私の言う、まあ、人災というですね、本当は必要のないことをですね、この不買運動とか、あるいは対日の観光ボイコット運動を招き寄せる隙を作ったというのが、私が言う人災ということなんですね。だから例えばですね、外交的に、例えばこの韓国政府がですね、日本企業に対してこの賠償をですね、強要させるような、例えば企業を接収するとかですね、そういった場合はですね、これはもうおかしいといって報復、あるいはそのこれはもう本当にリタリエーションという形でですね、やることは、これはあったとしても、韓国側として不買運動とかですね、そういうところまではですね、いかなかったと思うんですけれども、その前にですね、なんでこんなことをやってしまったのっていうのが私の疑問だったんですけど、これ、7月のことを考えたらですね、7月の4日から日本で参議院選挙が行われて、21日に投開票なんですね。だから、まあ、これは私だけが指摘するんじゃなくて、いろんな識者も言ってますけれども、まあ、参議院選挙にこれを政治利用したということが言われているわけですね。まあ、これで韓国をけしからんという世論を作って、まあ、そしてそれでこの与党を有利にしたいという思いがあったんだということがいろいろと指摘をされています。まあ、それはそれであったのかもしれないし、そこは私も検証のしようがありませんけれども、でもそれのこの逆に反発としてですね、韓国のおける日本製品不買運動とかですね、ボイコット運動が起こってきた、
まあ、これはですね、非常にまあ問題でございます。ですからですね、まあ、本来日本国としてですね、日本国の主張が正しいという政府の立場であるならば、そういったダメージに対して、この寄り添ってですね、しっかりとそこはその我々できるだけの救済するから、これは韓国がおかしいんだから、だからあなた方は救済しなきゃいけないというふうにこう、この同胞をですね、助けていかなきゃいけないにもかかわらず、何かそこをですね、突き放して、それはもう商売、リスクつきもんだというふうに言われるというのは、これはまずいと私は思っているわけでございます。まあ、さらにですね、私、もうちょっと外交的なこと、まあ、ここで外務委員会じゃないですけど、一言言わせていただければですね、ジーソミアの破棄とかですね、韓国からいろんな反発が起こって、まあ、これこそですね、日本政府がずっと言ってきて、対北朝鮮の包囲網をですね、しっかりとやっていく、それをやらないかんと、こう世界に発信をしてきたにもかかわらず、自ら自分で大穴を開けてですね、やっていく、これなんかは本当に、外交失態だと私は思っているわけです。やっぱり北朝鮮の核っていうのも、核兵器の一番我々にとって重要な、テーマであるべきなんですね。でそしてさらにですね、この日韓の外交の今の悪化をですね、今度はアメリカに、頼んだんじゃないかと思うんですけども、なんかアメリカが動き始めて、トランプがですね、大統領が、まあ、その日韓の調整、あるいは仲介に動くという、まあ、本当に必要ない、不必要な外交的な仮までですね、作っているというのは、私はまあおかしいと思うわけでございます。これは私の友達からもそれを起用したんですけど、されたんですけどね。ですから、まあ、こういうことの中でですね、この前の麻生の大臣のですね、お言葉の中に、まあ、この日本政府に極度に瑕疵があったわけじゃないから、あとはリスクは商売人が負うべきだというのはですね、私としては納得できない。だから、その中でですね、麻生大臣が言われた国が保証するなんてことはありえないでしょと言われたわけですよ。でも私、末松の方はですね、国が保証ということは一言も言ってない。これはね、極論を言って、そしてそれを否定したような言い方なんですね。だから私が言いたかったのは、まさしくこの中小企業とか、まあ、旅館とかいろんな被害を受けている企業がですね、なんとか立ち直るか、あるいはそれをまたこの再生できるような、あるいは政府からのいろんな融資の支援とか、あるいはこの融資しやすい支援、こういう環境をやることが救済だと言っているわけです。またそういった意味でですね、私、まあ中小企業庁の方と昨日話をしてたら、いくつかのこのスキームがあるということでございますので、中小企業庁の方からそこはじゃあ説明いただきたいと思います。中小企業庁、鎌田次長。お答えいたします。資金繰りに困難をきたす中小企業に対しましては、日本政策金融公庫によりまして、セーフティーネット貸付などの制度を要しておりまして、これらの施策によりまして、支援を実施しているところでございます。また、よろず支援拠点におきまして、事業者の多様な経営相談に応じ、販路開拓やホームページを通じた情報発信などの支援を行っているところでございます。これらの施策を通じ、影響を受けている中小企業の支援について、引き続き対応してまいりたいと考えております。以上でございます。末松義則君。そういう支援策というのは、まあ、中小企業ですね、この知ってますか、いろんなメニューがあるということは。できればですね、当然この本当にこう広くですね、周知をしてもらってですね、できればそのワンストップでね、そういったこの困った企業がですね、相談できるような、まあ、それをやってもらいたいと思うんですね。で、大企業はですね、まあ、メインバンクとかが一生懸命助けるでしょう。まあ、それはいいんですけど、特に中小企業が、まあ、本当に、この疲弊していくということ、まあ、これはまずいと思うんで、そこはちょっとその広報し、ワンストップでやっていくようなことをですね、ぜひ、まあ、その中小企業庁の立場からもう一度言ってもらいたいと思います。
中小企業庁鎌田次長。お答えいたします。先ほどご説明させていただいた施策につきましては、自治体などにもご説明をさせていただいておりますし、またご説明させていただいたよろず支援拠点は、これがそもそもワンストップの窓口というふうな形で機能しているところでございますが、ご指摘も踏まえまして、引き続き情報発信に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。末松義則君。そこはよろしく救済の方お願いします。黒田日銀総裁にも おいでいただいておりまして、ちょっと私の方で、あまり深い議論はできませんけれども、まずご質問させていただきております。黒田総裁がですね、質問の時に、あったように、日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられないということをですね、これが大体2014年でしたっけ、この日本国債が低く評価されたときに言っておられた。それについて、日銀総裁の立場としてですね、今でもそのどういうふうに認識しておられるか、それをお伺いしたいと思います。黒田日本銀行総裁。日本銀行総裁の立場から一般論としてお答えします。日本国債がこの市場で評価されているというのは、やはり日本国債の償還能力に対する信任が前提になっていると思います。したがいまして、仮に市場の信任を失う事態が発生すれば、金利の上昇などを通じて国の市場からの資金調達が困難になる可能性もあるというふうに考えております。したがいまして、中長期的な財政健全化について市場の信任をしっかりと確保することが重要であるというふうに考えております。末松義則君。多分これ MMT の理論にもですね、沿ったような感じなんですけど、私がですね、今の自国の金であるならば、国債いくら発行してもデフォルトというのはないよというのは、私自身がこの素直にですね、感じるのは、確かにこの日本国債をいくらやってもですね、自国の円である限りですね、円をどんどん発行すればですね、それがこの返済に困ることはないと、それがですね、MMT の言っていることであるし、それが日本というのがですね、この非常の MMT の模範国であると、その全然このインフレどころかですね、デフレになってて全然問題ないじゃないかと、こういうことなんですけれども、私の今の解釈ということでいけばですね、信任というのもあるけれども、さらに自国のですね、通貨である限り、中央銀行が、きちんとそこはですね、この通貨を発行すれば問題ない、この見解についてどう思われますか。黒田総裁。この MMT の観点というか、その点からいろんな議論があることは事実ですけれども、MMT についてこのしっかりしたその、マクロ経済学的な裏付けがあって議論になっているというよりも、むしろ基本的な考え方として財政政策は財政赤字や債務残高などを考慮せずに景気安定化に専念して、中央銀行がこれをファイナンスするということで大丈夫だという議論だと思いますが、そこはですね、マクロ経済学が教えるようにですね、仮にそういうことをすれば大変なインフレになってしまう恐れもありますし、また金融システムがおかしくなるという恐れもありますし、さまざまな問題があり得るわけですので、MMT の議論が学会で受け入れられているとか、あるいはしっかりした理論で裏付けられているということではないと思うんですけど、確かにそういう理論ではそういう議論があるということは事実なんですが、我が国のその経済政策運営がそうした考え方に沿って行われているということではないと思います。財政政策については、政府は機動的な財政運営を行いながらも、中長期的な持続可能な財政構造を確立するための取り組みを進めて市場の信任確保に努めておられますし、
金融政策面でも日本銀行は物価安定の目標の実現のために最も適切な、イールドカーブを形成をするというように市場から国債を買い入れておりまして、これはあくまでも物価の安定のために実施している必要な政策でございます。したがいまして、我が国のその財政金融政策運営が MMT の理論というか議論を裏付けしているということでは全くないというふうに考えております。末松義則君。この問いをですね、麻生大臣もしたかったんですけども、ちょうど質問時間が終わったということで、この引き続きですね、そこの議論をさせていただくということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に。